皆さんこんにちは。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。今日は近鉄奈良線大和西大寺駅の普通電車に乗車しています。近鉄奈良線大和西大寺駅周辺で計画されている連続立体交差事業の情報を皆さんと共有いたします。どうぞご覧ください。奈良線は東大阪市の布施駅と奈良市の近鉄奈良駅とを結ぶ近畿日本鉄道近鉄の鉄道路線です。運転系統上は大阪難波駅から大阪上本町駅間の難波線、大阪上本町駅から布施駅間の大阪線を含めた大阪難波駅から近鉄奈良駅間が奈良線として扱われます。布施駅から近鉄奈良駅間の路線距離は 26.7km、 期間は 1435mm、 紀州天駅含む駅数は19駅、全線複線、全線直流線 500V の電化です。1914年に開業した近鉄の直系母体である大阪電気軌道大気の創業路線になります。近鉄奈良線は生駒山地の中腹を新生駒トンネル 3494m で貫き、大阪市と奈良市をほぼ一直線で結んでいます。近鉄のいわゆるドル箱路線であり、大阪への通勤通学路線であると同時に奈良へ向かう観光路線でもあります。車窓からは川地平野を見渡すことができます。電車は東大阪市上石切町2丁目にある石切駅に到着しました。石切駅は島式に面4線ホームを持つ対比可能な地上駅で、ホーム有効長は8両分あります。1964年、昭和39年7月23日に供用が開始された新生駒トンネルを通って生駒方面へと進んでいきます。新生駒トンネルは断面が狭小で大型車両を運行できない旧生駒トンネルが奈良線の輸送力増強の支障となっていたため作られました。全長 3494m の新生駒トンネルを抜けると生駒駅に着きました。生駒駅は奈良県生駒市元町1丁目にあり、3面6線島式ホームと橋上駅舎を持つ地上駅です。その近鉄奈良線では連続立体交差事業の計画が浮上しています。対象区間は綾目池駅と大和西大寺駅の間の奈良市西大寺宝ヶ丘付近から新大宮駅と近鉄奈良駅の間の奈良市油坂町付近までです。また京都線平城駅の南の奈良市秋篠さつき町付近から大和西大寺駅を経由して橿原線天ヶ辻駅の手前の奈良市西大寺国見町付近までです。施工方式は大和西大寺駅周辺が高架化工事、大宮通り周辺では地下化工事が予定されています。高架化される駅は大和西大寺駅の1駅、除却される踏切は8カ所です。また平城旧跡歴史公園を避けるように迂回し、朱雀門の南側を通る大宮通りに移設され地下化されます。現ルートでの地下化も検討されましたが、世界遺産である史跡公園内に地下構造物を新設することは事実上不可能だったと思われます。また奈良県の案では迂回した地下化されるルートには朱雀王子駅、仮称新設、新大宮駅、移設、油坂駅、仮称新設が建設される予定です。想定される総事業費は約2000億円で、用地買収や調査後の2041年の着工、約20年の工期を経て2060年度の完成を想定しています。高価格間の事業費の約 7% を近畿日本鉄道が負担し、残りは行政側が負担することで関係者間において合意が形成されているようです。また地下化区間の事業費の費用分担については今後関係者で協議が行われるようです。奈良市西大寺宝ヶ丘のこの付近から高架化事業が始まります。間もなく奈良市西大寺国見町1丁目にある大和西大寺駅に到着します。交通量が多くネックとなっている綾目池第8号踏切を通過しました。大和西大寺駅は
3面5線の島式ホームと橋上駅舎を有する地上駅で、近鉄奈良線と京都線、橿原線が平面交差で乗り入れています。大和西大寺駅周辺では線路が複雑に交差しており、その光景は鉄道ファンにとても人気があります。大和西大寺駅で列車して駅や駅周辺の光景を撮影します。大和西大寺駅で列車しました。乗車してきたラッピング電車鳥羽島メモリーお見送ります。ちょうど同じ時間に観光特急青によしが大和西大寺駅から奈良駅に向けて出発していきました。2022年4月29日にデビューした観光特急青によしの名称は奈良にかかる枕言葉です。大和西大寺駅は奈良線と京都線、橿原線が平面交差する駅で、大阪、京都、橿原、奈良の4方面が交わる近鉄有数のジャンクションです。大和西大寺駅は3面5線の島式ホームと橋上駅舎を有する地上駅で、各ホームは橋上駅舎と地下通路で連絡しています。エスカレーターでコンコース階に上りました。大和西大寺駅コンコースには新たに70インチの巨大モニター大和西大寺アーバンビジョンが設置されました。大和西大寺駅の中央改札口の隣には小型の AI ロボットが設置されています。また近鉄大和西大寺駅コンコースには大型 AI 案内ロボットアリサがあります。子供たちに大人気で質問攻めにあっていました。タイムズパレス西大寺は令和4年4月にリニューアルオープンした約30店舗が入居する駅中ショッピングモールです。その奥に展望デッキがあります。大和西大寺駅の展望デッキからは生駒方面西方向の光景が楽しむことができます。タイムズパレス西大寺にはサービス券付き入場券を購入すれば電車を利用しなくても入場することが可能です。改札横の自動券売機で購入し、利用店で提示すれば入場券の料金相当額を返金してもらえます。大型 AI 案内ロボットアリサは今は一休みしています。中央改札を出て駅周辺の光景を撮影してみます。2021年5月に供用が開始された南北自由通路からは奈良方面東方向の光景が眺められます。この南北自由通路が全面的に供用開始され、中央改札口が新設されたことに伴い北改札口が廃止されました。南北自由通路は長さ 75.5 メートルで幅は6メートルあり、エレベーターと押し歩きで自転車も通行可能です。南北自由通路を通り大和西大寺駅の北口に向かいます。大和西大寺駅の北口では駅前広場の整備工事が行われています。大和西大寺駅の北側では奈良市によって再開発事業が進められていましたが、景気の低迷で1998年に断念しました。その後2005年に約2000平方メートルの広場が暫定的に整備されましたが、手狭で周辺の交通渋滞の一因となっていました。そのため駅前広場の面積を倍の約4000平方メートルに広げる工事が2023年3月31日まで行われています。ただ撮影日は2023年3月28日なので、年度末までに完成することは難しいと思える工事状況です。駅前広場のロータリーには近郊路線バスとタクシー、一般車両と身体障害者用の乗降場が整備されています。また広場を取り囲む歩道の屋根が元の計画から30メートルほど延長されて約150メートルになりました。これにより駅の南北をつなぐ自由通路の階段やエスカレーターと駅前広場の間にも屋根が整備され、乗降場まで雨に濡れずに歩けるようになりました。2022年7月に銃撃事件が起きた場所です。日本のために長年尽力された方の尊い命が奪われ、残念でなりません。再び南北自由通路に戻り、今度は南口に向かいます。大和西大寺駅のすぐ近くにある総本山西大寺に向かいます。
この動画をご覧いただいている方には、大和西大寺駅や東大寺には行ったことがありますが、西大寺には行ったことがない方が多いのではと思います。大和西大寺駅から徒歩に3分のところに西大寺があります。西大寺は奈良市西大寺芝町にある真言立宗の総本山の寺院です。ご本尊は釈迦如来で、奈良時代に高賢上皇の発願により、宗王上東を解散初代住職として建立されました。西大寺の寺名は大仏で有名な東大寺に対するもので、奈良時代には薬師金堂、弥勒金堂、四王堂、十一面堂、東西の五重の塔などが立ち並ぶ壮大な伽藍を持ち、なんと七大寺の一つに数えられる大寺院でした。大和西大寺駅に戻る途中で、あやめ池第8号踏切の光景を撮影しました。このあやめ池第8号踏切付近では、駅に近いことや奈良線と京都線の電車が平面で合流する地点で、タイミングを測るため減速することで遮断機が降りている時間が非常に長くなります。西大寺駅付近の南北交通が遮断されており、高架化事業で踏切が除却されるメリットは非常に大きいです。南北自由通路が完成するまでは、線路の南北を横断する手段は遠回りして踏切を渡るか、この地下道を通るかの選択肢しかありませんでした。南口改札から大和西大寺駅構内に再び入りました。再び奈良行きの電車に乗車しました。右側には複雑に入り組んだ線路が見えます。大和西大寺駅が高架になった場合、この光景がどのように変わっているのか全く見当がつきません。計画では平城宮跡歴史公園を回避するために、この辺りで右に折れ、大宮通り南の方向に向けて進んでいきます。交通量の多い西大寺第1号踏切を通過しました。高架化工事が完了するとルートが変更になり、西大寺第1号踏切はなくなります。この辺りは国営平城宮跡歴史公園のど真ん中を横断して進んでいきます。右側、1998年平成10年に復元された朱雀門が見えてきました。電車は国道24号線の高架下を通過して新大宮駅に向けて進んでいきます。奈良市芝辻町4丁目にある新大宮駅に到着しました。新大宮駅は今回の連続立体交差事業で、駅から少し南の大宮通りの地下に移設される予定です。新大宮駅をゆっくりと出発すると、新大宮第1号踏切を通過して近鉄奈良駅に向けて進んでいきます。新大宮駅周辺は大宮通りを中心とした観光庁のほか、企業の支店や営業所が入居するビルが立ち並ぶビジネス街です。電車は奈良市芝辻町1丁目付近のこの辺りから坂を下り地下に入っていきます。近鉄奈良線の電車に乗車して、近鉄大和西大寺駅周辺の連続立体交差事業について、その情報を皆さんと共有しました。近鉄大和西大寺駅周辺の高架化事業については、大和西大寺駅周辺の複雑な立地や高額な事業費などを考えると、アンダーパスなどの方法を検証する必要があると思います。皆さんはどのように思いますか？最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。